山田香織は、新潟放送に所属した元ラジオパーソナリティ。愛称は、リン,リン。新潟県佐渡郡相川町に生まれ、同郡沢田町で育った。新潟県立佐渡高等学校を経て、新潟西洋女子短期大学幼児、教育学科卒業後の2003年、新潟放送に、ラジオ中継者、スナッピーのレポーターとして採用。愛称、リン,リンは、 当時ラジオ制作局のパーソナリティであった、鍵富トールが命名。入社当初は、ブランチバスケットなどで、新潟県内各所からの中継リポーターとして活躍した。当初はもっぱらラジオのレポーターとしての活躍が主だったが、その後はラジオパーソナリティや、テレビ番組のレポーター、さらには、同社主催のイベントの司会などにも、活動の場を広げた。 2015年3月31日をもって、ラジオパーソナリティを卒業した。なお、北海道のモデルエージェンシー、モーディアに、同性同盟のモデルが所属しているが、全くの別人である。リンリンが、ご機嫌アワーないで演じるキャラクターは、下記の通り。なお、近藤が演じるキャラクターは、本人とは、全くの別人という前提があるが、 リンリンのキャラクターについては線引きが明確に行われていない。ただ、声色を無理やり変えるキャラクターが多いため、いずれも長時間持続しないという大きな難点がある。テレビラジオラジオテレビ、ありがとうございます。